今日11月1日の警備の日に合わせて、県警備業協会が広報活動を行いました。警備の日は1972年の11月1日に警備業についての規則を定めた警備業法が施行されたことを受け定められました。全国の警備業協会が広報や啓発活動を行っていて、今朝 JR 高知駅前では県警備業協会のメンバーがチラシやクリアファイルを配って警備の日をPR しました。県警備業協会は災害時には支援物資がスムーズに輸送できるよう交通警備に当たる予定です。災害に関しましては、高知県高知市と協定を結び、いろいろなことを想定し準備活動をしています。県民の皆様が安全で安心して生活できる社会づくりのために、こういった活動を継続していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。県警備業協会は今後防災訓練などを通して、トラック協会など他の業種とも連携を深めていく方針です。